こんなものでしょう。エムヒルが俺の身なりを気にするか。紳士たる者、陛下のお名前には必ず皇帝陛下とお付けください。ではベルジェールにおかけください。なんだって？その椅子です。この紳士のお顔を当たってくれ。もみあげも短くな。このヒゲに何か問題か？威厳があっていいだろう。威厳はありますが、気品に欠けます。ニルフガードではヒゲは見苦しいものとされておりまして、シラミまで住んでいるとなればなおさらです。長旅だったからな。わかった、好きにしてくれ。頭を後ろに動かないでください。そのまま質問にも答えろ。将軍、それは今でなくてはなりませんか？むしろ今だ。喉に刃物を突きつけられている時ほど人が正直になれる時はない。アルバ師団の司令官モルブラン・ブーヒスだ。ウィッチャーよ、皇帝の御前にお前が連れ出される前に確かめておきたいことがある。形式的な手続きだが、省略するわけにはいかん。ああ、書類は何よりも重要だからな。では、リビアのゲラルト。出生地不明、両親不明、年齢不明。これでは何もわからんな。もう少し最近の話をしよう。ラ・バレッテ城が包囲された時のことだ。城の防衛に当たっていた司令官の一人、アリアンの最後について聞こう。確かにあの戦いでは敵同士だった。俺たちは同じ力を似て、彼は逃げていった。去り際に城に火を放ってな。ああ、火の出所はそこだったのか。報告書ではドラゴンの仕業になっていたが、次だ。お前はその後、フロットサムの素敵な宿からバージェンへ向かった。なぜそんな芸当ができたか話せ。ロシと共にフロットサムを出た。入れ墨隊の指揮官で多くの非人間族を殺した男でもある。奴のことはよく知ってる。面白い相手と手を組んだものだな。俺は全く面白くないがな。質問を続けてくれ。グズグズしてるとせっかく剃ったヒゲが生えてきそうだ。何度でも剃り直してやるさ。まあいい。悪名高いロックムインについてだ。お前はそこでもまた大きな戦いに関係しているな。トリス・メリゴールドが監禁されていたからだ。俺は彼女を大切に思っているし、大切な人を見捨てることはしない。そうか。おかげでラドビットは魔術師神秘会と評議会を配下に置けたわけだ。ニルフガードは正当な理由もなく戦争を始めた。お前らに道徳を説く権利はない。どうぞ動かないでください。もうすぐ終わります。それは私のセリフだがな。お前はメガスコープの不良によって友人のシレド・タンサービルが粉々になるのを目にしたはずだぞ。確かに彼女はメガスコープのせいで命を落としかけた。だが俺が逃がしてやった。お前の手下ガレットのレソが張った罠からな。このことも記録しておけよ。まあ、国家の利益のために難しい協力関係を構築せねばならん時もある。ウィッチャーと手を組むのもその一環だ。今も関係は続いてるのか？レソはどうしてる？それはこちらも知りたいところだ。そうか、レソはお前たちから逃げていると。真っ当な理由があるに違いない。帝国の方針転換といったところか。彼の行方は俺も知らないし、知ってても教える気はない。たとえ喉元に刃物があろうとな。では最後に署名しろ。真実のみを話し、偽った場合は投獄または死刑に処されることを理解しているとか何とかが書かれた誓約書だ。ここと
ここだ。手続きがお済みでしたら将軍はご退席ください。これからこちらの紳士のお召し物を選ばなければ。これも大切な仕事ですが、将軍のお力を借りるようなことではございません。残念だ。助言をしてやってもよかったのだが。ではな、ゲラルト、謁見では粗相のないように。結婚式の準備でもしている気分だ。その場合はフロックコートや塩ビ服、場合によっては略式の夜会服をご用意します。ですが今回はこちらのお召し物からお選びください。俺の服はどこだ。ずっと前に行くべきだったところへ持っていきました。謁見の後きれいにしてノリを聞かせてお返しいたします。お召し物をお選びになられましたら声をおかけください。エディットじゃないか。北方人の伝説通りだ。信じられん。残念だが時間がない。ベデミンじゃないか。北方人の伝説通りだ。信じられん。身なりを粗末にするのは愚かな考えです。そのお召し物でよろしいですか。鋲を打った上着を着て背中に剣を背負うスタイルが好みだが、ニルフガードに行っては何かことわざだ。次は何だ。鼻におしろいでも。その必要はございません。お顔の色はよろしいようです。これから南北全域の統治者の御前に立たれるのですから、正しい式礼をご確認いただきたく存じます。野蛮人じゃないんだ。お辞儀ぐらいできる。では拝見しましょう。街角の商売女にはそれで十分ですが、皇帝陛下に対する作法ではございませんな。ご覧ください。足は伸ばし、手の指は揃えて伸ばし、頭を下げ、顎を胸に。よろしいですかな。滑らかさと気品は足りませんが、北方人としては悪くありません。こちらへどうぞ。皇帝陛下の問いかけにのみ答え、ご自分から話しかけないこと。尊号は正確にお使いください。偉大なる神聖皇帝陛下だろう。少々おたわむれが過ぎるようですな。くれぐれも粗相のないようにお願いしますよ。皇帝陛下でよいでしょう。敬意を込めてお呼びかけください。エミグライミーエプアドケルゼアデスベアナインカンエプモルブットエムヒルバルエムレイス。お辞儀よ。
皇帝陛下。アレイア・エプゾ・オルデ。エヴェリエン・ネミン・バット・ゲン・バボルト。フォルテスト王の宮廷に長くいて、礼儀作法の基本さえ身につかんのか？噛みつく狼は死ぬまで噛みつくと言うだろう。思い出を語り合うために呼んだのではなさそうだが。黙れ。我が娘、シリラが戻った。ワイルドハントに追われ、危険にさらされている。娘を探せ。そして、世の元に連れてこい。本当か？シリは、遠い遠いところへ行ったはずだ。噂話をするために貴様をここまで引っ張ってこさせたと思うか？誰にでも間違いはある。たとえ皇帝でもな。貴様がどれほど無礼か忘れていた。貴様を説得する時間もその気もない。それはイェネファーに任せるとしよう。熱拳の後でな。軍隊には何人の兵がいる？2万、3万か？なぜ俺が？わかるだろう。娘が貴様を信頼しているからだ。その通りだ。それでなぜお前がシリを探す？離れて暮らした年月を取り戻すためではないだろう。決まっておる。国家のためだ。話は終わりだ。貴様に拒否する権利はない。もっとも断る理由もあるまい。破格の報酬を支払おう。通常の仕事と比較にならんほどのな。動機ではなく情報が必要だ。シリはよく訓練されてる。容易には見つけられない。諜報部隊に手伝わせよう。必要があれば軍も動員する。あとのことはイェネファーに聞くがよい。謁見は終わりだ。メルリッド、あの女に引き合わせろ。お分かりにならなかったのですか？皇帝陛下の前ではお辞儀をするようにと何度も言ったではありませんか。落ち着け。何ともなかった。あなた様はそうでも、私は罰を受けます。どんな罰だ？おとなしくついてきてください。あれだけ礼儀作法を破ればもう十分です。なんだと？兵士のくせに誰に口を聞いてるんだ。エランダー公使ハルバード2世だ。陳情に来た連中のように待たされた上に、付き添いがこんな染め物やと。革職人ギルドをまとめている。それがどうした？命令する。今すぐエベン。落ち着け。静かにせよとの皇帝陛下のご命令だ。背いた者には重い罰が課されるぞ。生まれに関係なくな。お散歩なら後で時間がございます。今は離れずお進めください。エヴェリエン、カッパス、チューモン、グラディベン、エサ・バッド・ベン、エスム・アストリニン・エプ・フォルテス・アイカー。お散歩なら後で時間がございます。今は離れずお進めください。エス・サンツ、エス・ノドリ、アライデン。お散歩なら後で時間がございます。今は離れずお進みください。はあ。イシャースバイノビグラッド。いや、アンニラドスライド NX S2S ザウルアンネンフィアエッセージドアブサイエプリスネンマスイクName of Tail and Ebb Papel. Esprit. Esprit. Deuce. Miss Baratre Espasa. A being Kelsia is desperate at a Inca Ebb Morbid. Esprit. He bribed me, Carga.
En serpido de engalgo blai. Este planta es un oro. Marcha. En serpido de estiado febre. ご用がお済みになりましたら、またお呼びください。羽ペンを削ったか？いいか？では書いていく。ノビグラドにおける真の権力者は、市議会でも商人ギルドでもなく、永遠の炎教団と闇社会の犯罪者たちにほかない。この二つの勢力は時に区別が難しい。どちらも似通った残酷さと冷淡さを持ち。お待ちください、閣下。まだ書けていません。もういい。報告書は自分で書く。お前は清書するだけでいい。同じものを三通作るんだ。残念だが時間がない。ゲラルト、その服すごく素敵。さっさと脱ぎたくて仕方ない。場所が場所なら私だって一緒に服を脱いでしまいたいところだけど、でも今はやらなきゃいけないことがあるでしょ。私がエムヒルの宮殿にいる理由は分かった？ああ、どうやら俺も同じ運命のようだ。シリは本当に戻ってきたのか？何かの間違いじゃ。見て、我々の諜報員の報告によれば、これが今のあの子。あの小さなウィッチャーも今は立派な女性になってるの。驚いたな。すっかり大人だ。ケイヤモルヘンで訓練してた頃から何年も経ってるのよ。いろいろと変わったの。君は少しも変わってない。その下手なお世辞懐かしいわ。でも今はシリに集中しないとね。あの子はワイルドハントに追われているらしい。昨日奴らが現れたことを考えると嘘ではなさそうだ。なぜ俺たちの居場所が分かった？私のせいよ。何ヶ月もシリを探し続けてたの。居場所を探す呪文、占い、方位術、あらゆる方法を使ったわ。ワイルドハントに嗅ぎつけられることは分かってたし、見つかる恐れもあったけど、うまくごまかせると思ってた。ごまかしきれなかったようだな。時々彼らが私を狙って追ってきてるのは感じてた。あなたやエムヒルの部下がいなければ捕まってたと思う。これ以上危険を冒すわけにはいかなさそうね。もっと伝統的な方法に、つまり私が知る中で最高の追跡者に頼ることにするわ。あなたがあの子を探すの、ワイルドハントより先にね。ワイルドハントは何のためにシリを？見当もつかないわ。手紙で尋ねようにも宛先がわからないしね。私も知らないのよ。あの子の生まれや能力が関係してそうだけど、ワイルドハントがあの子の力で何をしたいのか考えたくもないわね。シリが目撃された場所はどこだ？2カ所あるわ。ベレンとノビグラド。ベレンの手がかりの方が確実ね。まずはそっちへ行くのがいいわ。十字路の宿屋にいるヘンドリックという男が皇帝の諜報員なの。彼に話を聞いて。合言葉とか秘密の握手の方法はないのか？ないわ。あなたが子供の時に憧れた夢を壊したならごめんね。ノビグラドからは噂しか聞こえてこないけど、共通のお友達が住んでるから協力を求めるといいわ。トリスメリゴールドよ。居心地のいい部屋を借りてるらしいわ。会いに行けば喜ぶだろうな。だが君はどうするんだ？私はスケリッチに向かわないと。最近森を半分吹き飛ばすほどの魔力の爆発があったの。きっとシリが関係してるはず。ケイヤ・トロールドに行くから、何か分かったらそこに来て。最後に一つだけ。なぜもっと早く連絡をくれなかった？顔を見るのも嫌だったのか？
邪魔したくなかったの。あなたがトリスと仲良くしてるって聞いてたから。記憶をなくしてたんだ。へえ、そう。もうやめましょうね。誤解だとか、君への愛にやっと気づいたとか聞きたくないのよ。またしばらく会えないな。別れたくないが仕方ない。そうね。ねえ、ベレンまで転送してあげましょうか。一瞬でつけるわよ。いや、馬で行くよ。着替えたらすぐ出発する。ご自由に。そうだ、その黒のベルベット最高に似合ってるわよ。そうか。鎧にこの素材の裏地でもつけるか。ではな、イエネファ。ええ、あなたとベセミルが荒野を放浪してる間、世の中で何が起こってたか知りたければ、バルアトレ大使と話すといいわ。ゲラルト、今が戦争中なのは分かってる。でもカッコつけて無茶しないでね。手がかりを見つけて無事に戻ってきて。待ってるから。傷はきれいに回復したようだな。どのようなご用でしょうか。俺の持ち物を返してくれ。シトラスとクローブでございます。お召し物を少しでも長く清潔に保ちましょう。そうか、ありがとう。皇帝陛下は忍耐強い方ではありません。一刻も早くお嬢様がお戻りになることを望んでおられます。そうだな、同じようなことを言われたよ。では。